はい、どうもヤポンです。ということで本日は、水の東京さん、こちらに来させていただいたんですけども、まあ、水の東京さんに来たということは、そうです、オーダーです。オーダーを受け取りに来ました。早速オーダーを受け取りに行きたいと思います。はい、ということで水の少しさんです。お久しぶりです。じゃあクラブ届きました。そうです、やっぱりこの箱は何度見ても興奮しますね。この感じ、これだけでもたまらないですね。すぐ開封していきたいと思います。はい、こういった感じに仕上がりました。いや、鮮やかですね。グリーンがかなり鮮やかですね。オレンジ一色で、ピリカワとアイビーラインだけグリーンにしたという感じのオーダーでございます。超シンプルですね。そうですね、グリーンが最終ラインだと。ユッポンといえば水のプロといえば、自分これなんですよ。ずっと高校の時からずっとこれを使わせていただいてたんですけど、自分で買った水のプロってのはこれが初めてかもしれないですね。藤田選手モデルの10ミリカットのオレンジとグリーンでワンピースセーブにしたという感じのオーダーでございます。予想してたサイズ感と全く同じぐらいのサイズ感できたので、個人的には大満足です。この薬指リングをちょっと今回つけたくて、それで藤田選手型をさせていただいたんですね。今までどうしても自分は親指がフィットしてて欲しかった分、小指側がどうしてもブカブカになりがちだったんですよ。それをちょっと薬指リングでギュッとフィット感出せたらなと思ってたので、今この新品ですけどはめた感じはジャストフィットでとても嬉しいです。これから試合かも、はい、ここを、はい、3種類一つが2ミカップ、まあ、無料でやらせてもらってるんですけど、まあ、形をこう少し整えていきながら加工していくようなところです。でスチーム加工というのが、3ミカップをした後に少し蒸気に当ててほぐすことで、はい、立体的に加工で、まあ、軽くこう握ってキャッチングできるぐらい、まあ、あとはポジションノックとか適用しながら形をつけていくようなところと、あとはまあこれを何度か繰り返して仕上げるのが確認仕上げるという、まあ、より好みの形と柔らかさって思われまして、はい、この2つは当日のコラボチェーンに行くんですけど、じゃあちょっと2週間まずは見ていきます。はい、ということでまずは何の作業から入っていく感じですか。まずはこの結び目を動く作業から入ります。はい、叩いた時にグラブが傷つかないように。はい、はい、これをやるとやらないとではかなり変わりますかね。そうですね、まあ、叩いた時にグラブが傷つきにくくなるので、はい、ほどくようにはしてます。なるほどです。指の感覚などは少し広げたりはしますか。そうですね、個人的に人差し指と中指の間を少し広げたくて。はい、お願いします。水野のこの野球コーナーで働いている方は全員がこれをできるという感じですか。はい、そうですね、大体 のスタッフができますね。これぐらいのイメージですかね。あ、そうですね、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、その他は特に。そうですね、あとは結構オーソドックスに仕上げていただいて、はい、あとはまあ親指をどの辺にこうつけるイメージで。ああ、そうです。個人的には、薬指と中指の間ぐらいですね。はい、はい、じゃあこういった感じで、はい、お願いします。いただきます。あ、これがよく見るやつです。ドンキーですこれの時に意識していることとかありますか。そうですね、グラブ この小指の付け根と、はい、親指の付け根と、はい、このウェブの3箇所をこうほぐすことでこう閉じやすくするって感じですね。じゃあこの後少しスチームに入ってきます。はい、という感じで手もみだけの感じですね。おー、あ、でもこれだけでも結構。そうですね、少しこう、はい、ほぐれてますね。はい、では、スクワンでこのままお願いします。これで何分ほど。4分間ぐらい。4分間、はい、これを出してまたほぐすみたいな感じです。はい、わかりました。はい、お願いします。
はい、ということで、自分がこの高校の時からずっと使ってる水のプロ、正直もらい物なんで、あの型番とかいつ頃のものだとか全然わかんないんで、ちょっと調べてもらえるということでお願いしてもいいですか。ちなみにこの時点で今だいたい予想はついてますか。そうですね、まあ、ポケットが深めの内野手用で、はい、今でいうと多分坂本選手モデルのような形かなとは思うんですけど、はいはい、まあ、この親指の中に、はい、あの品番が書いてあるので、それを参考にしながらちょっと調べてみたいと思います。わかりました、お願いします、はい、お、これがチーム終わりのほやほやですか。あのこの時点で結構やっぱスチーム入れたから柔らかそうですね。かなりそうですね、入れた直後かなり。ちなみにオーダーは最近どんな形にしてほしいとか、まあ、オーダーだけじゃなくてもどんな風にしてほしいとか最近多い、どんなのが多いですか。やっぱり深めにこうしっかり掴む形にしてほしいっていうのが多いですか。あ、そう、だいぶ形できてますね。そうですね、これで一回もういい感じだと思います。おー、あ、いいですか。はい、ありがとうございます。あ、すごい、この時点でもうだいぶ形が出来上がってます。あー、すごい、かなりかなり形ができてます。いや、これはいいですね、ありがとうございます。あとは紐を結んで、はい、あと工夫しながら直していきます。なるほどです。確かこの紐結ぶのもコツがいるんですか。そうですね、まあ、かなりちょっともうあんまり説明が難しいんですけど。ですよね、ですね、はい、裏の部分をあんま見せないようにって言っていますよ。おお、すごい素早いですね。ちなみにこれをして今何年目ぐらいですか。今6年目です。おお、じゃあ完成です。 ありがとうございます。出来上がりました。今後この後これを使っていきたいと思います。それはまた多分次回の動画になると思うので、ぜひ皆さんご注目ください。セレクションモデルっていう、はい、前進せよっていう、はいはいはい、こちらのテーマを、じゃあ、もうカラーとブルーを基調としたアイテム、すごいですね。今回は今年は水色、そうですね。はい。で、レッドグラブとバッティングバットとバッティング手袋、おお、あとトレーニングシューズ、あ、今年はトレーニングシューズもあるんですね。今年もこのあれなんですね。そうですね。革質なんですね、はい。これは3年連続ぐらいですね。そうですね。去年が黄色で、はい、今年がブルーで、そうですね。はい、ということで今回皆さんから水のプロオーダーの動画早く出してほしいっていう声たくさんいただいてましたが、動画投稿大変遅くなってしまい申し訳ございません。また使用している動画は近々投稿させていただきますのでお待ちください。今回も水の東京さん本当にありがとうございました。